はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェットタリンです。本日もよろしくお願いいたします。はい、プノンペンの、夜空をね彩るね花火ですけどもね、これ何の日だかなと思って聞きましたらね、王様のね、お誕生日をね祝福してのねあの打ち上げ花火ということになります。おめでとうございますという形です。綺麗ですよね。はい、こちら私たちの、J シティコンドミニアム16階からの、スカイバーからです。いつもねご紹介しているね J タウトゥコンドミニアム43階建てからじゃありません。16階からもねあの綺麗なねあの花火をねまだ見ることができます。非常に高層化が進んでるねカンボジアになります。はい、花火があってもね私あんまり関係ありません。夜は夜トレです。130キロ上げて、あとはまあ、サンドバッグをね、叩き込むというのがまあ夜の私のねあのトレーニングの日課になっております。はい、もう55歳ね、まだまだねあの年食ったというところね頑張っていきたいとね思っております。はい、ここで 2,3 日のねあの少しねあのカンボジアの首都プノンペンのね様子をねお伝えしたいと思います。はい、前々回ぐらいでねお買い惜しいお店紹介させていただきました。はい、この時なんですけど突然ね俺なんか男の子たちがねこうブレイクダンスをやってね、なんで俺の飯食う横でこいつたち練習やってるのかむちゃくちゃ迷惑だなと思って、あの音量もねあのガンガン鳴らしてねあの迷惑なやつだなと思ったら、あどうもねあのこうお金をね子供たちが渡してたので、あのあそうかこれ大道芸みたいな形でやってるのかということでね思いました。はい、頑張ってください。はい、これ私ねお気に入りの靴なんですよ。日本からね航空便でね送ってもらいました。まだまだね今ね物流悪いですね。2週間かかりました。これ私地元の兵庫県神戸のアシックスの靴なんですよ。でもねこれね何、万円単位で送ってもらったの実は見るとねメイドインカンボジアになってましたね。もうがっかりしましたね。よく探すとこの靴ねカンボジアで売ってました。はい、こちらね BKK1、私たちのねジェシティコンドミニアムの一本南のところに、ベーカリーって出てたんで、あのパン屋さんできたんだと思ってね初めてこれ入ってみました。これ、オープンしたばっかりですよね。パン屋さんというよりも、まあ、ベーカリーカフェという感じのようです。はい、お店本当オープンしたばっかりという形でまだねこれ品揃えがそんなにないのかな、まあ、それともこれぐらいの感じでやっていくのかがちょっと分かりません。はい、パンね、買ってみました。スタッフの子たちに買ってみてね味全然確認してません。はい、またね一回ちょっと寄ってみてねどんな味かね確認してみたいと思います。面白いのがねレジがですね全部ね日本の浮世絵なんですよね。なんでかな、どういうねあの意味があるのかがね不思議だなと思いながら、はい、紙袋もらいました。もうそろそろいい加減には有料レジ袋やめろよと思いませんか。はい、あのきっちりしてるとこはちゃんとね袋をつけてくれるじゃないかと思います。はい、パン屋さんで思い出したんですけど、これ先日ね月末の私たちの、J タワトゥ、コンドミニアム完成パーティー、これ足立さんですよね。足立さんのね、お寿司をね大量に注文してたんですけどね、足りるかなっていう心配をしてたんですけども、それよりもですね、あこれねあのクラブのねシステムをねあの J タワトゥコンドミニアムをね設置ねしております。はい、当日ねこうプールで泳ぐね飛び込むね、日本人の方いらっしゃいました。はい、しげさんのところでケーキを100個買ってたんですね。実はこの写真ねしげさんのホームページからあの撮ったんで、フェイスブックかな撮ったんですけど、ね、私この空気見てないです。私ね1回でね挨拶30分挨拶した間にね足立さんのねお寿司よりかケーキの方が先になくなってたということ評判でした。はい、でしげさんのケーキはねでまた来週ねあのパーティーをするのでケーキ70個ぐらいね注文しに行きました。今ねお隣で日系のねパン屋さんがね今オープンしてるんですよね。はい、情報では聞いてたんですけどね、寄って、まあ、ご挨拶させていただきました。はい、ですね、あのスイート系のパンっていう感じが多いんですけど、あこういうとこいいですよね。あの味見ができるのがね日系のパン屋さんらしくてですね、はい、レーズンパンねこれいただいてました。あ私このねあのパンのね一斤ですね塊ね、注文させていただきました。はい、いつもながらね私購入欲のが強いのでこれ買ってスタッフに分けて、これ食パンだけね自分で食べようと思ったこれねむっちゃうまいんですよ。あ、これ柔らかくて美味しい、すごく、うん、美味しいです、すごく、うん、別に私、ね、広告塔でないんですけどね、カンボジアのパンって時間経つとすぐ硬くなるパンが多いんですよね。それでもいつまでも柔らかくて美味しかったです。これ、ね、J タバトゥコンドミニアムの24階です。初めて食らいました。これ店舗屋にねコーヒーショップ の, あのデザインをと設計工事を頼んでるので、ね、とんずらしやがってねまだねオープンできておりません。まあねあと10日間ぐらいでオープンできるようにします。はい、こちらまでねこれキッズルームです。キッズルームね今回ね24階と9階にも置けてます。はい、
24回はね、この前ね、夜通しかかってね、先月ね、みんなで作ったんですよね。はい、この時私も手伝って、これ夜ね、2時ぐらいまでかかったんですよね。はい、もうぐったりしてる感じです。こんな感じです。はい、もう本当に、ね、小さい子が、お母さんと一緒にね、遊べるような、あれ、キッズスペースなんだけども、9階の方はね、結構まだハードに動けるね、まあ、12、3歳ぐらいの子でも遊べるような感じの、施設にしたいなと思う形で作ってます。こちら9階に、これまた中国製ですよ。この前ね、ボクシングリング頼んで、ボードが2枚入ったけど、今回ネジがね、全然合わないってね、本当中国人バカでしょ、本当ね。だけど、ね、やっぱり中国で物を買わないとね、値段が高いし、はい、中国で買うとやっぱ安いし、いろんなものがね、ありますので、はい、まあね、上手に付き合っていかないといけないなということで、もう慌てて、もうロシアマーケットに行って、まあ、ボルトとナットをね、買って、すぐに対応したという感じです。はい、トランポリンつけて、まだ奥にね、また新しいものが来るんですけどもね、非常にね、子供たちがね、楽しめると思います。でも子供たちね、まあ多分ね、ファミリーが多くなると思うんですけどもね、まあそういう面で安全にね、遊んでもらえると。はい、こうプレイグラウンドですけどもね、サッカーゲーム、あとね、もう人気があるね、卓球台ね、3台と、はい、あとここね、ここはビリヤード台をね、2台置いてね、まあ本当ね、コンドミニアムない中で住人さんはね、楽しんでいただけるようにということです。あとね、これね、絵を飾ったりとかね、いろいろ飾り付けしないといけないですけどね、こういうことね、カンボジア人絶対無理じゃないですか。やっぱり日本人の自分がやらないといけないですよね。本当ね、日本からね、建築士のね、嫁さんが来てくれてね、パパパッとこれやってくれたらね、そういうのすごく上手なんですけどね、もう非常にね、こういうことに今頭ね、悩ましてやっております。これでも全部いろいろね、絵とか飾らないとね、いけないんですけどね。はい、1個ね、これまだ空いてるところです。これまた新しい構想があります。これ出来上がったらね、またね、皆様にご紹介したいと思います。こんなことまでやるのっていう感じでね。とりあえずね、もう楽しんでもらうっていうことがね、うちのコンドミニアムのコンセプトです。まあ、夢をね、与える仕事っていうふうにたまに言ってくれてますけどね。まあ、だから作る仕事楽しいでしょうって言うんですけどね、実は私ね、あんまり作る仕事好きじゃないんですよ。凝りすぎるんでね、余計に金がかかってね、大変だなっていうね、ところがあります。はい、でもね、お客さんのためにね、頑張りたいと思います。はい、夜ね、ジェイタワー2の風景をね、ジェシティコンドミニアムから見てみました。はい、外観ね、綺麗ですけどね、まだまだ、ね、中の充実を、ね、どんどん測っていかないといけないところです。はい、夜久々に、ね、これロータスクラブにやってきました。ここすごいですよね。これこそそうですよね、外が充実してて中もね、充実してるとね、まあいつも通りね、クラブ音楽で、もうお酒ガンガン飲んで、これ食事もね、リーズナブルで安いんですよ。今回ね、これハクション大魔王みたいなね、オレンジジュースね、ハクション大魔王でみんな分かりますか、若い方ですけども、はい、まあ、こんな瓶に入ってきたやつですけど、オレンジジュース、一緒にいたね、スタッフのこうタッチとかね、まあ、これ頼んで、まあ、オレンジジュースに、まあ、アルコールが入ってるんでしょうね、これをまあショットグラスでガンガンいくっていうことでですよね、まあ、どんな感じかね、ちょっと私お酒飲めないですけど飲んでみましたけどね、確かにオレンジジュースだけどね、アルコール思いっきり入ってるから、これね、ガンガンいったら、それはね、ぶっ倒れますよね、まあ、カンボジアはこういう飲み方が好きかなっていう感じしますね。はい、ですね、このクラブミュージックいいなと思ってね、テープに撮って、はい、そして、車でね、流そうと思って、流してた時に例の中国人の大乱闘、バカの、まあ、この迷惑な中国人たちの喧嘩の時に、ね、この音楽がマッチしてね、ちょっと滑稽で笑ってしまったという感じです。はい、こんなね、2、3時でした。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回更新お待ちください。吉場チャンネル登録、高評価お願いします。本日もご清聴ありがとうございました。それでは皆様、 See you。 気をつけましょうね、本当ね、中国人の乱闘に巻き込まれないように。